みんなが頑張ってきてよかったですね、うん、そうだねう, <laughs> うわーえーえー、っと <laughs> <laughs> この高橋さんの涙がすべてを物語ってますねいすぎる。生涯に仕方宣言してますんで右側の方にお目線をいただければと思います高橋理恵さんはい漫画には音はないので もともとは高木さんや西方の声をそんなにイメージして書いていませんでした初めて高橋さんが演じてくれた高木さんの声を聞いたのはコミックスの CM だったと思いますなんとなくの雰囲気くらいしか声のイメージのなかった高木さんがキャラクターとして生き生きと喋っていると感じられてもしもアニメになることがあるならばこの人に演じてもらいたいなと思いましたそして今 高木さんを高橋さんに演じてもらえて本当に良かったと思っていますありがとうございますと、うん、うわあこれは嬉しいね、はい、そしてまだまだ続きまして、うん、はい、うん。前回の舞台挨拶の際に高橋さんが私山本総一郎にこの景色を見てもらいたいとおっしゃっていましたがこうやって多くの方々に劇場に足を運んでもらい 作作品品をを楽ししんでもももらららええてててて本当に愛してもらえる作品に愛るなっったことを実感させてもらっています高橋さん、梶さん、声優陣の皆様、大原さん、赤木監督はじめ、さまざまなセクションのスタッフの皆様が丁寧に作り上げてくださったおかげで、思ってもいなかったくらいたくさんの人に作品が届いていることをありがたく嬉しく思います、本当にありがとうございます、とのことでした。 いや本当ね先生もご来場いただいている皆さんも本当にありがとうございますこうして劇場版までね作らせていただいてもうこの高橋さんの涙がすべてを物語ってますね、すぎる僕らより先にねあの高,高木さんには声がついていてそこから、こうして1期、2期、3期そして劇場と。 見事に演じきって、まあ、きっとこれからも続いてくれると信じてますけども。ね、うん、ね。信じてます。いつか。まだまだやりたい。うん。<laughs> それが先生にもね、届いててよかったね。うん、うん、よかったです。本当に、あの、<laughs> えー、いえー、っと。すごい、あの、でも、先生の原作ありきで、うん、先生の原作をどういう風に世界観に表していこうかって、みんなが頑張ってきてよかったですね。うん、そうだね。はい、本当に。梶裕貴さん。はい。 西方というどこにでもいるような男の子のようで、とても難しい役を自然にみんなに愛されるキャラクターにカジさんだからこそ演じてもらえたのだと思っています。西方役をライフワークにと言っていただけてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。わあ嬉しい。い僕はもう生涯西方宣言してますので <laughs>、えー、いつでも演じる準備はできております。すはい、ありがとうございます。はい